はいどうもこんにちは、藤くです。Amazon のタイムセール祭り。皆さん何か買われましたはい、昨日買ったキーボードが届きました。でもね、もうこれ今売り切れてます。なんでタイムセール祭り。気になったものはカートに貯めておかないで、これと思ったものは早めに買うことをお勧めします。で、今日はこれの話ではなくて、はい、タイトルにある通り、実は昨日今日とセールが多すぎて、今日は何も手がつかなかったんで、ちょっとだけ雑談がてら、 新しいパソコン買ったお話ししますはいそうパソコン買っちゃいました今日はほんとサクッとなんですけどこれめっちゃ安かったんじゃないかと思ったんでご報告程度にご覧くださいで昨日から始まった Amazon タイムセール祭り昨日の動画の説明欄に色々リンク追加していってますんでよかったらそっちもチェックしてみてくださいそれでは始めていきます 実は今日全然違う動画撮る予定だったんですけど、ほんとアマゾンのタイムセール祭り、徘徊してるともう止まらなくなって、そこへ来て今日は25日、そう、ヤフーショッピングの5のつく日、で、アマゾンのタイムセール祭りは、昨日条件をお話しした通り、詳しくはそちらをご覧いただきたいんですけど、タイムセール外の買い物でもポイントがつきますっていう、1万円以上買えば何を買っても還元される感じ。で、一方、ヤフーショッピングの5のつく日は、 これまた4%だったか5%だったか。はい、実は僕ヤフー歴長いんですけど、ほんとややこしいんで、ちゃんと把握してないんですよ。ただ Y モバイル回線持ってるんで、毎月500円払って、エンジョイパックっていうものに入ってます。それに入ってると、ペイペイボーナスライト還元が5%増える上に、毎月500円分のその月だけ使えるクーポンくれるんで、1ヶ月に必ず1回以上、ヤフーショッピングで買い物するなら、入っとかないと損なんですよ。 ただその時々でその500円より大きなクーポンがその日限定で出たりするんでたまに月末までエンジョイパックのクーポンが残ったりすることもありますで実は今日がまさにそれでした結局ヤフーショッピングって5のつく日しか買い物しないんで今日がラストチャンスってことでノートパソコンアマゾンで買うもよしヤフーショッピングで買うもよしどうせ買うならどっちかでもう買おうってことではいそう MacBook Air に変わるような そんな高スペックでなくてもいいんですけど、最低 i3 かライゼン3。でもノートパソコンの今の第10世代の i5 や4000番台第3世代のライゼン5って今結構安いものが多いんですよ。価格差もさほどないんで i5 にしろライゼン5にしろ3じゃなくて5にすることにしました。そしてまたさらに悩んだんですけど、結果コスパで CPU はライゼン。 でもまだ全世代のライゼン5も多いんで、そこも悩みどころ。とにかくこの2日ぐらい、めっちゃネットを徘徊してました。その中で昨日もお話ししたと思うんですけど、僕の最低条件はキーボード。デカエンターだけが最低条件なんですよ。US キーボードも嫌いじゃないんですけど、ことノートパソコンの場合、エンターちっちゃいとめっちゃゴダするんで、ここだけは絶対でした。 あとできればモバイルも考えたいんで14インチ。今13.3インチの MacBook Air で全然大丈夫なんで14インチで決定。で、このクラスだとメモリはだいたい 8GB。オンボードのものが多くて、まあ僕は 8GB あれば十分なんですけど、最悪買えれるものなら買えればいいかっていう感じで、そこまで絞って最終的に残ったのが結局レノボでした。いやもうやっぱり価格といい、スペックといい。 コストパフォーマンスは最強じゃないでしょうか。で、ちょっと LG のグラム、1kg 切っちゃうぐらいの軽いボディなのに、見る企画の堅牢さに長時間駆動を売りにしたモデル、そのグラムもかなり迷ったんですよ。でもやっぱり結構お高くて、10万円に抑えようとすると、もう選択肢はこう i3 しかなかったんで、結局迷ったけどやめて、はい、やっぱりレノボ。 これで探したんですけど、やっぱり今市場には第三世代のライゼン5がなかなかなくて、レノボ直販でしか見かけません。で、ヤフー行ったりアマゾン行ったり、結果タイトルの通り、レノボのアイデアパッドを買ったんですけど、これまたアイデアパッドっていうブランドに絞ったところで、めちゃめちゃ選択肢多くて、もう最終これって決めかけたやつが、液晶モニターが TN パネルだったりして、 はい、それがいい悪いじゃなくて、僕は TN パネルの視野角狭いの苦手なんで、それは諦めて、また IPS パネルっていうのも条件として、探して探して結果、もう買ってしまったのがこれ。<noise> はい、レノボ、アイデアパッドスリム550。いや、もうこれしかないって感じで、まだ手にはしてないんですけど、一つの致命的な欠点というか、致命的な条件以外は、僕的最強の一台が見つかりました。 はい、見た目はこんな感じ。もうまるで、フックブックエアみたいな。でも中身はちゃんと Windows。あいや、ちゃんと Windows は怒られますよね。Windows パソコン。いや、やっぱり僕にはマック難しかった。なんでこれを買いました。軽くスペックを見てみると、プロセッサーは AMD Ryzen 5 4500U。ちゃんと第3世代積んできてます。で、OS は Windows 10ホーム64ビット。で、ディスプレイは14インチのフル HD。 IPS のノングレアです。で、メモリは DDR の 8GB。あ、やっぱりオンボードって書いてますね。なんでおそらく交換はできません。で、ストレージは 256GB の SSD。で、今回ちょっと型は違うんですけど、参考にさせていただいたのはパパシさんの動画。昨年アイデアパッド 530S っていうのを購入されて、レビュー動画何本か出されていて、その中でウィークポイントも話されてました。僕もちょっと気になったそれが2点。 アイデアパッド 530S。まずは充電。USB Type-C を搭載しているにもかかわらず、充電は専用ポートで専用アダプターっていうところ。はい、これいちいちモバイル時、アダプター持ち歩く必要があるということ。さらに同じ電源について、本体の使用時間が約5時間と、結構短いっていうところ。この2点をウィークポイントとして話されてたんですけど、やっぱりそこは僕も気になりました。ところが今回購入した、アイデアパッドスリム550。 なんとレノボさん、両方潰してきてました。本体 USB 3.0 Type-C ポート。パワーデリバリーとディスプレイポート出力対応。いや、ここはかなり嬉しい。で、しかも 530S では5時間とされていた使用時間もなんと、アイデアパッドスリム550では12時間となってます。いや、ここも素晴らしい。となると残念なのはメモリですよね。オンボードになってるんで、交換はできませんよね。 まあでも僕の場合、これ Chromebook 位置づけの代わりのマシーンなんで、いやもう十分使えるんじゃないかと思ってます。で、今回購入したアイデアパッドスリム550、AMD Ryzen 5 4500U を積んできて、今月発売されたばかりの最新モデルです。となると、はい、今日現在、レノボのセールで、クーポンを使うことでなんと、 送料税込み52,668円。はい、これ要は税抜きすると、5万円切ってくるんですよ。ってことはこれ。はい、MacBook Air。これ i7 へグレードアップして、メモリも 16GB にしてます。このストレージ以外最大スペックの MacBook Air。これに比べると、お値段はなんと3分の1以下、4分の1にも迫る勢いです。ただし、一つ致命的な条件がありました。それは、納期。 なんと今回のオーダー、最短で6週間かかります。いやーなんでめっちゃ迷ったんすよ。一世代前でも在庫あるものなら、月曜日には届くんで、ここはほんと迷いました。ということで僕が今回、ノートパソコン選びにこだわったチェック項目、液晶パネルは IPS、キーボードはデカエンター、日本語キーボード、そして最新世代の CPU。 あと長時間動作。さらに USB Type-C での充電。はい、以上は叶えてくれた。今回購入したアイデアパッドスリム550。説明欄にリンク貼っときます。よかったらチェックしてみてください。ということで、昨日動画出してから。 amazon タイムセール祭りと関係ないところで散財したんですけどあ、でもね、やっぱり迷ってたこれワイヤー7も買っちゃいました寝る前プライムビデオにあとツイッターチェック程度に使えるならサンキュッパは破格元取れますよねあと昨日の動画の説明欄まだどんどん気になる商品随時リストに追加していってます商品名と値段も書いてるんで比較なんかもしやすいかと思いますよかったら昨日の動画説明欄時々チェックしてみてくださいということで 僕の新しいパソコンアイデアパッドスリム550に決まったんですけど届くまで最短6週間また届いたらご紹介したいと思いますなんでお済みでない方はぜひチャンネル登録お願いしますコメント評価もいただけると嬉しいです今日も最後までご覧いただきありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょうカジマクでした